渋谷駅前ご通行中の皆様、大変お騒がせしております。私たちは集団ストーカーテクノロジー犯罪の被害者です。皆様、集団ストーカーという言葉聞いたことがございますでしょうか。今日はこの集団ストーカーのことに関して書籍にまとめたウォーカー、被害者のウォーカーさんという方の本の中から引用しながらお伝えしていきたいと思います。集団ストーカーとは、文字通り集団で個人を監視尾行し精神的苦痛を与える犯罪です。目的はターゲットを自殺に追い込んだり精神病に仕立て上げ社会的に抹殺することです。集団ストーカーは影の権力者の見えない暴力装置であり弾圧手段です。民主主義という建前のあるこの日本で権力者にとって不都合な人間を社会的に抹殺するのに集団ストーカーという組織的にターゲットを追い込み社会的信用性を損なわせるシステムは非常に有効な手段なのです。集団ストーカーの中には特定宗教団体や警察組織が単独で行うものも含まれますが、今回私が語る集団ストーカーは海外でターゲッティドインディビデュアル、略して TI と呼ばれている国境を越えた大規模犯罪です。その本質は世界規模に繰り広げられた秘密警察ネットワークです。集団ストーカーをイメージしにくい方は戦前の特攻警察やナチスのゲスタポ、東ドイツのシュタージを思い浮かべてください。それらが時代とともに進化して近代科学と融合したのが集団ストーカーと考えてください。加害勢力も世界中で共通しています。基本は消防機関、警察組織、宗教組織、シンクタンクの複合ネットワークです。特にディープステート側の傭兵部隊とカルト宗教ネットワークが主体となって行っています。世界的に同時に起きている集団ストーカーには内部告発者がいます。海外の一例を挙げると米陸軍軍人、元台湾陸軍中佐、元 CIA、 元 FBI、 元 MI5 科学者などのように多くの軍情報機関、研究機関の関係者が内部告発をされています。このような話を聞くと集団ストーカー犯罪を別世界の出来事のように感じるかもしれませんが、実際は誰でも被害に遭う可能性のあるとても身近な犯罪です。海外ではテレビでニュースにもなっています。日本のテレビが集団ストーカーを取り上げないのは権力者が広告代理店に圧力をかけて情報操作しているからです。集団ストーカーの被害者は NPO 団体が確認しているだけで2000人以上います。実際はその数倍から数十倍の被害者がいると考えられています。この集団ストーカーですが、精神的な迫害により人々を追い込んでいくことはもとより、テクノロジー技術を駆使した電磁波等を使った身体攻撃も行われています。この電磁波による攻撃なんですが、
体に痛みを加えたり、あるいは心臓に不整脈を与えてみたり、さらには呼吸困難などを引き起こして睡眠を妨害してみたり、さまざまな危害を加えることができます。さらには一部の警察組織が関与していると思われるような事態も起きます。インターネットで被害者の方のブログなどを検索していくと、例えばヘリコプターを使っての電磁波攻撃を受けているといった被害が報告されたりしています。私は自分が被害者になってから様々に、多種多様の被害を受けてきましたが、ちょっとこのヘリコプターによる被害ってどういったものなんだろうと、少し理解できませんでした。ですがこれ私自身の身にも起きました。私は東京都内で幹線道路を走行中にヘリコプターに追跡を受けました。すると徐々に呼吸が困難になってきました。途中でホームセンターなどに避難しましたが、その症状は治まりません。自宅の方に逃げなくてはと思い、ホームセンターから出るとやはり上空にヘリコプターが待機しております。千葉県方面に向けて幹線道路を走行中、その息苦しさはどんどんひどくなってまいりました。最終的に上半身がしびれて車を走行できない状態になった時にまずいと思い、慌てて側道に車を入れました。するとたまたまそこで警察官複数名が駐車禁止の取り締まりを行っていたんですね。さすがに警察官の前ではまずいと思ったのか、そのヘリコプターは私の上空を数回旋回した後消えていきました。ただその後体が回復するまで小1時間かかったわけですけども、まあ、この時代自分の中だけ収めておくと非常に危険だと思い、その後すぐ知人に電話しまして事の一切を話しました。我々集団ストーカー被害者は多くが携帯電話などの盗聴も行われております。私もそうで、携帯電話を使うとサーッというノイズが入ってまいります。ですので盗聴されていることが分かってますので、携帯電話で知人に電話してですね、たった今起きたヘリコプターによる電磁波の攻撃の報告をしました。ヘリコプターなんて聞いてるとなんかちょっと現実離れしたことに聞こえるかもしれません。ただ私はですね、月に 5,6 回不定期にある駅の近くの商業施設に出かけております。時間もまちまちで行く日もまちまちなんですが、その商業施設に近づくと 100% の確率で上空にヘリコプターが現れます。そして要件を済まして出てくるとまた 100% の確率でヘリコプターが現れます。もう偶然でも何でもないですね。狙われてます、完全に。ではヘリコプターなどを使って民間人をそのように追跡尾行し嫌がらせをしてくる、となるとかなり限られてくると思います。電磁波攻撃を行ったりする兵器、ヘリコプターから危害を加えてきたこういった兵器はですね、専門家によりますと購入できるのは防衛庁、利用できるのは自衛隊のみだとおっしゃっていました。そういった自衛隊なのか、あるいはヘリコプターを利用できる国家的組織なのか、まあ、警察がそれに近い部分はあるかと思うんですけれども、そういったですね、国家的組織がですね、民間人、一民間人を虐待してるんですね。人体実験の要素も含まれていると言われております。これは私が経験した一被害なんですけれども、その他にも他
他の被害者と同様に365日24時間監視尾行されています。何度引っ越しをしても周囲の部屋にですね、その加害者たちが入り込み、なぜか私の部屋の様子を分かってるんですね。彼らの会話の様子からそれがはっきりと分かります。そしてこの被害を遡っていくと、始まったのが20数年前に遡ります。当時私はある宗教団体の会員を断りました。残念ですがもうその宗教団体の名前は覚えていません。ですが振り返ってみるとその直後からですね、体に様々な異変を感じるようになりました。深夜にひどい腹痛に苦しみ、救急車を呼ばざるを得なくなって、救急車を呼ぶと救急車が到着した段階でピタリと症状は治まるんですね。こういった症状は最近インターネットで集団ストーカーのことを調べるにつけ、テクノロジー犯罪の被害に遭っているんだということを知るに至りました。私は20数年前からこういった集団ストーカー、テクノロジー犯罪の被害を受けていますが、それがこの集団ストーカーに該当するんだということを知ったのはほんの1年ちょっと前です。インターネットで検索していて、これがまさに自分に当てはまる被害なんだということを知りました。おそらく自らがこの集団ストーカーの被害に遭っていながら気づいていない方もたくさんおられると思います。あまりにも不自然な体の異変や、あるいは勤め先、あるいは学校でのいじめに近い被害、そういったものがあった場合にはこの集団ストーカーを疑ってみるといいかもしれません。被害者のウォーカーさんは書籍の集団ストーカー入門の中でこのように話しておられます。集団ストーカー犯罪の特殊性としてテクノロジー犯罪があります。テクノロジー犯罪の基本は指向性エネルギー兵器を利用した遠隔攻撃と電磁波音波を利用した遠隔洗脳、レーダーや高度電子工学を利用した24時間365日の監視です。指向性エネルギー兵器には各種電磁波、各種音波、放射線が利用されています。一部の被害者は毒ガスによる被害にも遭っています。インターネットでこの集団ストーカーテクノロジー犯罪を検索していただくと、このような最先端の技術を利用した身体的被害を受けている方がたくさんいます。ぜひ皆さんの被害を一度検索して知ってみてください。これは国家権力による人体実験の可能性も非常に多くはらんでいます。そして私たち被害者の多くが思考を読み取られるという被害にも遭っています。頭の中で考えていることを読み取られてしまうんです。これなんだかおかしな話と思われるかもしれませんが、実は総務省の方のホームページにも出ています。これは平成23年版ですのでもう10年ぐらい前ですが、その時の情報通信白書に近年脳の活動の仕組みや機能の解明が進展する中、総務省では脳から直接意思などを解読し伝達すること、コンピューターより桁違いに低消費エネルギーな脳の仕組みを利用した
情報通信ネットワーク制御と脳の仕組みを情報通信に応用するための基本技術の研究開発を実施していると出ています。10年前の段階で総務省の方で脳の思考を読み取る技術を研究開発していますとはっきり明言しています。今その技術が応用されていると言っても過言ではありません。これは人事だと思わないでください。脳の中の思考を読み取られるんです。先般あるコミック雑誌で警察が取り調べの際にこの思考を読み取る技術をすでに応用しているかのような表現をしている一説がありました。十分考えられると思います。あるいは関西の方の被害者の方がおっしゃっているんですが、この思考を読み取る技術、ちなみに逆に脳の方に直接言葉や音声を送信することもできるんですけれども、これを使うとカンニングができるよねと言っています。ここで一つ問題になってくるのが、この集団捜査の実行部隊である大手宗教団体、政権に非常に近い宗教団体でありますが、この宗教団体は国を内部から乗っ取るという戦略を長い時間をかけて実施しています。これは国の行政機関であるとか警察であるとか自衛隊であるとか、あるいは地域の何でしょう、まあ、近所のですね、集まりでもいいと思いますけれども、至る所、国の重要な至る所にですね、その宗教団体の信者を配置してこの国を内部から乗っ取ってしまおうという、そういった戦略が実行されています。ただこれ普通に考えると、国の重要なポストにその信者といっても様々な試験をパスしなければちょっと無理ですよねという話になるんですが、この思考を読み取る技術を使い、音声も脳に直接送り届けられるということになりますと、カンニングが行えるんですね。カンニングが、そういったことの結果でしょうか。例えば被害者の方がですね、こういった犯罪被害を訴えて、集団捜査被害を訴えて訴訟などを起こそうものならですね、警察官や検察官、あるいは裁判所の裁判官、そういった人たちまでこの大手宗教団体の信者で固められてしまうという事案がですね、実際に起きています。これ非常に恐ろしいと思います。我々被害者の中で被害の始まった原因がよく宗教団体の勧誘を断ったり、その大手宗教団体の発行する新聞などの勧誘を断ったりして始まったという方が非常に多いんですね。そして我々被害者が被害を訴える、あるいは裁判に持ち込むことをしたとしても、すべて事実がねじ曲げられて真実が闇に葬り去られてしまうんですね。それどころか敵対するものを犯罪をでっち上げ、最終的に一潰しという形で犯罪者に仕立て上げてしまうということも、この思考盗聴一つ、思考を読み取るという技術一つとっても可能になってくるわけです。ここで先ほどの被害者の書籍である集団ストーカー入門から一節をお伝えしたいと思います。
放射線や毒ガスを利用した人体実験。これは一部の権力者にとっては非常に貴重なデータとなります。集団ストーカー被害者は情報工作や精神破壊工作により社会的に抹殺された上で、このような非人道的な人体実験にもあっています。この犯罪は今の日本で現在進行形で行われている犯罪です。集団ストーカーの存在を否定するということは、日本政府と日本を植民地化にしている海外勢力合同の一般市民に対するテロ及び長期的な人体実験が存在する事実に目を背けるということになります。令和時代が始まり、デジタル監視社会が進むと同時に警察国家も加速しつつあるようです。皆さんぜひこの集団ストーカーについて一度検索してください。多くの被害者が声を上げています。ひどいひどい被害に遭っている方たくさんいます。全身がんに侵されてしまったり、寝たきりにされてしまったり、そういった被害を電磁波兵器に使うことによって実現することが可能なのです。ぜひこの集団ストーカーテクノロジー犯罪、一度検索をしてみてください。そして今チラシなどもお配りしてますが、ぜひ一度手に取ってみてください。これで私の演説は終わりでございます。ありがとうございました。